義継、お前さんの忠心は疑いようがない。じゃがちーと確認したいことがあってな。徳川陣営にいる藤堂高虎、やつとお前さんが通じているという話があってな。高虎から慶宛てにこんな書状が来ている。これは全く覚えがありません。信じていただきたい。秀吉様、その書状私にも拝見させてください。お前何すんだ。これはついうっかり、申し訳ありません。いかなる処分も受けませる。疑いの種が灰になってまったらしょうがないわ。義継、三成、もうええぞ。この儀はこれまでじゃ。決してお前を助けたかったわけではない。決戦を前に味方の士気が下がるのを恐れただけだ。